こんにちは。 84.1 メガヘルツ FM サルス、 88.9 メガヘルツ FM 品川、 FDK プレゼンツ備えるラジオ、番組パーソナリティの木村千代子です。この番組は日常生活の中で普段から気軽に取り組める災害などへの備えについて肩肘張らずに語ろうという番組です。さあ、今朝は、ちょっと過ごしやすいというか、いつもよりもひんやりとした朝を迎えましたよね。今日、東京では、都心ではですね、18度5分でした。朝の気温で、横浜は19度1分ということで、今シーズン一番冷えた朝となったところ、他にも全国的に多くなっています。ということで、これは、放射が効いて、放射冷却の影響で各地で、ひんやりとした空気に覆われたということで、このまま秋に突入かな、本格的な、秋が始まるかなって思ってではいたい、思っていたんですけれども、そうでも今週なさそうです。この後また、ちょっと残暑は厳しい様子ですので、今週の天気予報は番組の後半で詳しくお伝えしていきます。さて、この番組は毎回テーマを設けて、そのテーマに合わせていろんな話をしていきます。備えるラジオは FM サルースの YouTube ライブでも同時生配信中です。 FM サルースのホームページのトップ画面のところに表示もされていますので、ぜひそちらもアクセスしてください。また FM サルースはスマホアプリの FM プラプラでも聞けます。この番組ももちろん生配信中です。ぜひアプリもインストールしてくださいね。さらに GCBA サイマルラジオでも FM サルースをお聞きいただけるようになっています。インターネット経由でもぜひお聞きください。メッセージの宛先は msg@fm-sarus.jp でお待ちしています。この番組は富士通電池でおなじみ FDK の提供でお送りします。さて、今週は内閣府が主導して実施しているイベント、防災推進国民大会2023、通称防災国体2023が、先週ですね、9月17日と18日に横浜国立大学で行われました。その特集をお届けしていきます。私も2日間この、防災国体参加してきました。当日は約400の団体が、セミナーやワークショップなど、本当に様々な催しが開催されていまして、大盛況だったんですよね。で、セミナーワークショップももちろんなんですけれども、なんか屋台とかも、出ていましたね。なので本当にイベントとして地域の方もたくさん来られていて、私ここ、しばらく、去年も防災国体、去年は神戸であったんですけれども、去年も参加して、今年は横浜のも参加してということですが、コロナが明けてっていうことも、かなり大きいとは思うんですけれども、とってもイベント感があって、防災に興味のある方以外の方、地域の方も、たくさん立ち寄りやすいような雰囲気で、かなりワイワイと大盛況でした。で、この防災国体自体は、8回目の開催ということなんですよね。で、今毎年本当に多くの、団体とか機関が出展して、日本最大級の防災イベントとなっています。年に1回この秋のシーズンに大体ありますね。日程はちょっとその年によって違ったりはするんですけれども、今年は9月の17日と18日に横浜でということでした。で、この横浜国立大学行くのにも、今回は横浜駅からシャトルバスも出ていたんですよね。で、なので横浜駅に行けば、もう無料のシャトルバスに乗って大学まで行って、その会場に行けるっていうように、そういったルートもすごい整備されてて、この防災国体2023でも大盛況の一つには、やっぱりそういったの交通機関もね、ちゃんと整備していただいたってところもあるのかなっていうのは、ちょっと個人的にも思いました。はい、ということでですね、防災国体、今年は横浜ですけど、来年は熊本で開催するということなんですね。はい、もう来年の、日程も出ています。熊本県熊本市で防災国体2024は開催ということで、来年2024年の10月19日と20日の2日間ですね、
来年はくまモンと会えるということで、熊本でお会いしましょうということで、この防災国体の最後のエンディングのイベントのエンディングのセレモニーのところでですね、くまモンが最後登場して、盛り上がりました。来年は熊本でということで、で無事フィナーレを迎えたということで、あっという間の、ね、防災国体でしたけれども、来年の熊本、これもすごく楽しみです。私も行けたら行こうかなとは思ってはいますが、いやこれは、ね、必ず行きたいなですよね。皆さんはこの防災国体って知ってる人は知ってるんですけれども、8回目ということで、まだそんなにも馴染みのない方も多いかもしれません。ただこういった防災の最大級のイベントが年に1回内閣府が主導して実施しているっていうものがあるということを、皆さんぜひ覚えておいていただければと思います。お届けした曲は原田知世でセプテンバーでした。さて2日目の9月18日に行われた防災国体子ども会議2023というイベントが、で今回の防災国体の中であったんですけれども、そこを今回私取材していきました。でこの防災国体子ども会議2023は全国各地の小学生チームがこう参加しまして、自分たちの地域の過去の災害やそして今の防災の取り組みなどを調べて、で考えたことを発表する、子どもプレゼンというのが第一部だったんです。で沖縄県の恩納村とうるま市の小学生チームも参加したんですが、この
2団体についてはオンラインでのプレゼンでした。で、第2部では全国子どもサミットという第1部に参加した子どもたちがオンラインと現地でつながって防災に関するディスカッションを行う催しが行われました。で、まあ、当日 MC として参加された米山美久さんにインタビューしてきましたので、その模様をぜひお聞きください。今回イベント会場でのインタビューでしたので、少し聞きづらいところあると思いますが、ご了承いただければと思います。それではどうぞ。今日どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。防災国体子ども会議2023ということで、今回 MC を務められました米山美久さん、はい、いやとっても素晴らしかったです。ありがとうございます。午前から午後にかけて本当に長い時間 の、ね、はい、司会ということだったんですが、はい、米山さん普段はどういった活動をされているんですか。自己紹介などお願いしてもよろしいですか。はい、普段は震災の語り部としてあの活動をしています。阪神淡路大震災が発生した当時は生後2ヶ月の0歳の赤ちゃんだったので、私自身は正直記憶というものがないんですけれども、やっぱり語り継ぐ、やっぱり後世に残していかなければならないなというふうに感じて、まあ、次来てしまう いざという時に一つでも多くの命が助かるように防災減災に興味関心をっていうテーマを自分の中で持って2代目の語り部として活動しています。ということはご出身はどちらでいらっしゃるんですか。兵庫県の淡路島出身で、はい、じゃあやっぱりその親が、まあ、阪神淡路大震災を直接経験して、はいはい、でその話を聞いてっていうことですよね。はい、まあ、阪神淡路大震災の語り部として、まあ、なぜこうやっていこうっていつ思われたんですか。なんかこう携わっていきたいなっていうのはやっぱり小さい頃からそういった防災だったり震災というものに触れてきたので、無自覚ながら何か意識はあったんですけれども、大学を機に上京してきたんですけれども、その時に1月17日っていう阪神淡路大震災が発生した日っていうのは、地元にいた時まではすごくやっぱりテレビとかラジオとかそういったメディアでも報道もされますし、私たちにとっても大事な日っていうのはあったんですけど、いざ東京という場所に住んでみて、大学の授業でも一切触れ、その日当日も何も触れられない、メディアもほとんどと言っていいと感じたほど報道されていないっていう現状にすごく私自身衝撃を受けて、それで私なんかこう残していく、そして伝えていくっていう活動をもっとしていく必要があるんではないかなと思って、ただ記憶がないので私がまさか語り部にっていうところなんですけど、誰かが新しく語り部をやり始めるのを待ってたらいつまでたっても出てこないかもしれないし、誰かが出てくる前にまた大きな災害が起こってしまうかもしれない、その誰かを待とうっていうのをやってる自分がすごく無責任に感じて、誰かを待って誰かって言ってるんじゃなくて、今そういう意識を持ってる自分がちゃんと責任を持って活動しようって思ってのがきっかけというか、そういう経緯ですね。なるほど。じゃあ誰かを待ってっていうよりも、じゃあもう私がやるって、はい、それはやっぱり東京に来て、やっぱ衝撃はすごくやっぱ大きかったんですよね。地元ではそれこそ学校の毎年必ず1回はそういう防災だったりとか語り部の話を聞くっていう授業があったのにもかかわらず、授業があったので、それがどこかで当たり前というかそれがあるものだと思ってたんですけど、実際に出てきて全くそれがで、なんかすごく悔しいという言葉が合ってるかどうかはちょっとわからないんですけど、一生懸命こうやっぱり大事なことでいつか来てしまった時にちゃんと命が助かってほしい、同じような辛い思いをする人を出したくないっていう強い思いを持って語り継いでくださってる方がもういるのにもかかわらず、それが全然伝わってないというか広がってもいないっていうのがすごく私としては悲しかった。はい、じゃあその語り部を見て育ってきた、はい、
でもじゃあそれを続けていくのが誰かってなった時にもう私しかないっていう気持ちになったんですねそうですね、誰かがやっぱやらないともうそこで終わってしまうんだなっていうふうに思って、うん、終わってしまったら今まで伝えてきてくれたことだったりとか、うん、そのやっぱり実際にそこにあった命の証明でも私はあると思っているんですよね。生きたかったけど生きられなかった命っていうのが、なのでそこのそういった大切な命がたくさんあったっていう証明の一つでもあると思って、それを途切れさせたくないなって、忘れ去られてしまうのは嫌だなって思ってなるほど、やっぱりまず小さい時からの、まあ、淡路島で育ったそういった環境、はい、うん、そしてまあ東京に出てきて実際のやっぱり社会の中でやっぱり阪神淡路大震災っていうのがなかなかやっぱりバトンね、なんかつなげていけてないんだなっていうのを体感したっていうところから、やはりもう私が、うん、このバトンはつないでいくぞっていうところになったんですね。なるほど、ということで今回のこの子ども会議、はい、ね、進行を務められました。いや本当に素晴らしかったです。いろんな地域の、ね、はい、お子さんが、ね、北は北海道、うん、そして南は沖縄、はい、ね、そして東京、神奈川と、ね、いろんな地域の、ね、子どもたちの、はい、いろんな子どもの、この防災の、ね、目線、活動っていうのを、まあ、リアルに見ることができました、私も。でそれ実際、これを進行を務めるにあたって、まあ、今日のこの会議、どうでした？やっぱり私自身が小学生の時もそうなんですけれども、防災教育があったとはいえ、やっぱり他の地域のことを知る、他の地域の防災減災災害みたいなところについて知る機会っていうのはやっぱりなかったので、私のが小さい時にもこういう機会があったらもっとなんだろう、意識も知識も深まるし、もっとこうこんな活動ができたらいいなとか、さらにその先へつながるきっかけっていうのが今回生み出せたんじゃないかなと思って、とても私自身も学びになりましたし、おそらく子どもたちにとっても今後のその活動につなげていってもらえるきっかけになったんじゃないかなと思います。印象的だったなんかこうトピックスってありました？今回のどれも本当に子どもたちのがすごく立派な、本当にプレゼン、一部のプレゼンもそうですけど、ちゃんと2部でお話を振った時に的を得た回答だったりですとか、実際に他のチームのプレゼンを見て僕はこう思った、私はこう思ったっていうような意見をしっかり自分の言葉として出ていたのが素晴らしいなと思いました。ですよね、はい、私もすごい思いましたみんなその自分の意見を持ってて、はい、でちゃんと、ね、他の地域の防災活動をこう知ることができて、じゃあ自分はこうっていうところもちゃんと発言もできて、はい、あとプレゼンテーションも素晴らしかったなと思いました。はい、ね、プレゼンテーションも皆さんあれすごい準備されてますよね。本当に何だろう、細かいところまで、そしてやっぱりちゃんと自分たちが主体となって進めてきたんだなっていうのが伝わる内容で、本当に素晴らしいと思いました。はい、もう本当に未来のね、日本の防災、はい、なんか大丈夫かなって気持ちですね。そうですね、期待したいですね。なんか期待したいことですよね本当に。ではじゃあ今後のね、はい、小宮山さんの、まあ、どういった、まあ、活動をしていくのかなっていうところもちょっと聞きたいんですけれども、はい、実は私がこれまで語り部を行ってきたのってライブ配信っていうアプリを使ってやってたんですけれども、うん、今ちょっと講演形式といいますか、うん、大勢に向かって現地でお話をするっていう活動にもちょっと力を入れてまして、うん、今後はいろんな活動をちょっと していきたいな。今まであった既存の語り部のやり方だけではなくって、例えば YouTube を使ってみる、例えば SNS を使ってみるなど、ちょっと新しい手法のより幅広い世代に、そして世界へも伝えていけるような、ちょっと漠然とはしてるんですけれども、そういった活動をしていきたいなと思っています。はい、では今後の
目標、はい、もうまあこういうふうに、まあ、抱負であったりとか、まあ、こういうふうになっていきたいなっていう、 こう未来像ご自身の教えていただいてもいいですか。はい、そうですね、語り部としての目標としてはやっぱり実際に話を聞いてくださってそれを受け取った方々が本当にいざ来てしまった時に、ちゃんと自分で自分の命を守ってもらうこと、そこまでしっかり伝えられるようなお話ができるようにしていきたいなっていうふうに思いますし、私としてもただ語り部として話すだけではなくて、語り部としてまた別の 手段でこう角度、別の角度から何かこう防災減災命の大切さみたいなところを伝えるような、ちょっとそういった方法がないかなっていうのを今模索してまして、そういうふうに幅を広げていければいいのかなと思います。はい、ありがとうございます。今度は、ね、またぜひスタジオに来てくださいね。はい、ありがとうございます。お待ちしてます。ぜひ行きたいです。ありがとうございます。今日どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。阪神・淡路大震災の語り部として活躍されています小宮山美久さんのインタビューでした。今週は防災国体2023特集をお送りしました。また来週も引き続き防災国体子ども会議2023についてお届けしようと思います。もしも災害が発生して停電が発生してしまったときに乾電池を備蓄しておくと、懐中電灯、ラジオ、乾電池式の携帯電話充電などさまざまな用途で役に立ちます。日本気象協会知り防災では、災害時に5人家族が3日間過ごすために乾電池を50本備蓄することを進めています。富士通アルカリ乾電池なら信頼の日本製で10年の長期保存期間を実現しているから備蓄用としても最適です。乾電池は普段から少し多めに備えて、使った分だけ新しく買い足して、常に一定量を自宅に備蓄するローリングストックを心がけましょう。日本気象協会公式天気サイト、天気 GP から今週のお天気をお伝えします。さあ今週はですね、今日はカラッとした秋晴れが広がっていますが、明日26日以降は再び夏のような暑さが戻るでしょう。9月下旬とは思えない厳しい暑さが、この10月初めにかけて続きそうです。横浜では28日木曜日は33度まで気温が上がる予想、夏並みの気温となる予想です。お天気は日差しの出る日が続く1週間となりそうです。週末は少し雲が多めとなる見込みです。最新の天気情報は日本気象協会天気予報専門メディア天気 JB で確認できます。ぜひ日々のお天気チェックには日本気象協会天気 JP アプリ、そしてウェブサイト活用してくださいね。さあ今週のプレゼントです。今週は富士通アルカリ乾電池プレミアム S 単48個パックを抽選で5名の方にプレゼントします。住所、氏名、電話番号、番組の感想を明記して、こちらまでメールでご応募ください。プレゼントアットマーク fm-sarus.jp、 メール掛け目には富士通アルカリ乾電池プレゼント係と記載してください。締め切りは10月1日メール到着分までです。たくさんのご応募お待ちしています。さてはここでメッセージご紹介します。兵庫県西宮市、男性の方、バニラヨーグルトさんです。今回のお話を聞いて、さまざまな災害を想定していろいろな備蓄品を備えておかないといけないことに改めて気づかされました。それとどこに保管しておくかもとても重要だと思いました。ということで、先日の備蓄の話ですよね、備蓄確認の話でメッセージいただいています。メッセージありがとうございます。まあそうですよね、備蓄するもの選びはもちろんなんですけれども、保管しておく場所も、災害時のシチュエーションを想定した選択が必要になりますよね。あとやっぱり非常用の持ち出し袋と、あと在宅避難で何日間か自宅で過ごす時用のものと、大きくはもう2つに分けて、でそれによっても置く場所を考える、
ね、持ち出し用袋は玄関の近くに置いている方も多いかもしれませんし、あの備蓄品、3日間以上の、まあ、在宅避難をする想定した備蓄品というのはまたちょっと違うところに、まあ、それぞれの家の作りに合わせて、まあ、分散しておくなりまとめておくなり、そういったところも、まあ、家族と話し合って決めて備蓄品を置き場所、そして中身のチェックっていうことも定期的にやっていくととってもいいかと思います。今後ともよろしくお願いします。メッセージの宛先は msg@fm-saluse.jp でお待ちしています。今週は防災国体2023特集をお送りしました。このお時間のお相手は木村千代子でした。それではまた来週お会いしましょう。この番組は富士通電池でおなじみ FDK の提供でお送りしました。